ネモさんが虎信者からアンチ対外になったいきさつと孫さんに諭吉使わせたマジ勝てなかったマジで勝てなかった根本のロレントには全プレイヤーで一番きつかったじゃあ俺マジきついんだけどって俺根本に言うと「いや全然この組み合わせいけるでしょ」って根本に言われてマジでムカついてた「は?」とかは?」って感じだった。 マジきつかった <laughs> ロレンとやんだねマジできついあれまだやることあると思いますけどねそれかなそれ返しだったのかないやめちゃくちゃきつかったんだけどあれいや俺この組み合わせきついっていう話でさいやマジで でイコさんあれやばいよねルーファスはルーファスはどうなんだろうどっちだったん一応有利だったんかないやルーファスも多分あれだななんか表裏が全く見えないから結構ロレント有利だった気がする、うん、まあいける側ではあると思うけどでもまあ一応ロレント有利だったね やーべえよあれロレント。俺いや病んでやっててマジきつかったな。立ち中継体育がまず通用しないのと、昇流体育が真上で結構つかるのと、単価が安いのと、あとレンガー作れないから PPP でめちゃくちゃなんかその連携が逃げられちゃう。い PPP がやばくてさ、グラシ込み PPP がもう本当にどうしようもないのよマジで。立ち中継とか遅ら,遅らせ立ち中継とかやんないと勝てなくて。 なんでここまでやんなきゃいけないのってちょっと思ったうんユンはめっちゃ有利だったらしいけどヤンは俺は結構きついなと思ったね結構そういう組み合わせあんだよね例えばユンヤン対決とかってすごい五分に思えそうな同じ技を持ってるキャラ同士みたいな思うけどあれ圧倒的にユン有利ですからかなりきつかったねまあ逆の組み逆みたいな組み合わせもあるんだけどね ロロレント見てロレンン見ててやってましたいや根本のロレントあれは相当強かったと思うな今まで体験した根本の中で一番強いもんロレントがヤンはいけるけどユンはいけないってあるの一応あるっぽいよなん,か、うん、なんかちょいちょいあったななんか忘れたけどヤンの方がきついっていう組み合わせはあれはきつかったね でもパッとは出てこない。とりあえず。<laughs> パッとは出てこないね。お、ヤッホー。いや、でも今日からね、ちょっと配信頑張ってくっていうか、やってくわ。てか、全然やってなかったね。正直。今月。先月、今月、全然やってなかったから。まあ。さすがになんか、やる癖をつけようって思ったね。うん、やっぱ、ストリートファイターリーグとかそういう、まあ、もろもろあったね。年末年始。うん。 山マ子さんの歴代の持ちキャラの中でもキャラパワーなかった方です,かですよね。多分ぶっちぎり最弱だね。俺が今まで使ってきたメインキャラにしたキャラの中で。<laughs> ぶっちぎり最弱だね。あれは弱いわ。普通に。まあ、あれで弱いって言ったら他の人かわいそうっていうのはある,けどあるかもしれないけど。気をつけて、シュートが JK でマウント取っていくるの。大丈夫。パワハラで返すから。パワハラで返すから。 大丈夫。させない、マウントは。<laughs> それパワハーで返せやろお前マウントなんてされたら時戸が孫さんのキャミーどれか当ててる動画が楽しすぎて後半が楽しみですあれでもいい動画だったね面白かったと思うあれあの動画は面白かったね実際なんかよくできてたちゃんとよく作ってたなって思ったね 孫さんの特徴はチューピーピああそうだねやるよやるうん,うんてか多いよ俺でもそれ別に特徴とかじゃなくって単純にその意識してなかったらそのチューピーカウンターで食らいますよっていうだけだからしかも最速であのステップを止めようとしててもガードできるっていうお得なね選択肢 いやーでもね、結構キャミーは俺はすぐ分かった。自分のキャラだからか分かんないけど、すげえすぐ横、うん、まあなんかすぐ分かったね。動きの特徴があるんだよね。距離の取り方とか、その、しゃがむ距離だとか、うーん、あとは通常技の選択タイミング。魔こさんの1万円企画。何に使うんだろうな。面白いもんには使わないと思うな。